寝癖は何結合にアタックされてるのか。コップ一杯のお水を飲むんですけど、ちょっと意味が分かる。3つもつけるんですか。3つもつけてあげてください。なんでですか。喉乾いたら水を飲むのと一緒で髪も喉が乾きます。だから水が必要なんです。こんにちは、美容真相つるつねチャンネルのつねです。今日なんですけど、と寝癖のつかない方法をお伝えしていきたいと思います。やっぱり女性の方は特に朝時間ないですよね。メイクだったり髪の毛とかもセットされると思うんですけど、大体はメイクはパッと、できる方はできると思います。ただ髪の毛って結構手ごわいものになってくるんで、なるべく朝時短でできるような方法をお伝えしていきたいと思うので、ぜひ最後までご覧ください。それでは動画の方どうぞ。今日は3つですね、寝癖がつかなくなるような方法、このポイントを3つお伝えさせていただきたいと思います。そもそもなんで寝癖ってつくんですか。寝癖は髪の毛の結合って4つあるんですけど。あ、何がありました。水素結合と、はい、プチド結合、はい、イオン結合、はい、SS 結合ですね。それぞれね、切れたり離れたりして、そうこういうのを利用したりとかしてパーマかけたり縮毛矯正するんですね。寝癖は何結合にアタックされてるんですか。寝癖は水素結合です、はい、なるほど、はい、水素結合とは。水素結合は、うん、濡れると切れて、うんうん、乾くとくっつくっていう、なるほど、結合になるんですけど、うんうん、夏場とか特になんですが、うん、乾かさずに寝る方って多いと思います。あ、なるほど、はい、半乾きとか、はい、扇風機で乾かすとかいると思うんですけど、はい、うんうん、そういう方って結構朝起きた時、うん、すごいボンバーになってることないですそれがでもポイント1個目だよね。そうです、ね、ちゃんとしっかり乾かして寝るっていうことだと思うんですよ。で、早く乾かすためにはどうしたらいいですか。タオルドライをしっかりしてあげることです、うん、そうですよね。タオルドライを拭いて拭いて拭いて、さらに拭いて拭いて拭いて、でドライヤー行く前にまた拭いて拭いて拭いて、そのぐらいやって水分を取って、髪を触った時に濡れないぐらいまで水分取った方がいいですよね。そうです。めちゃめちゃ早く乾きますよね。どのぐらい時短になりますか、それだけで。この髪の毛だったら5分とか時短できると思います。5分どころじゃないような気がします。もうね、まあ、ちょっと髪の毛ないから分かんないんですけどめちゃめちゃ早いですよね。だから早く乾かす、しっかり乾かすのはもちろんドライでしっかり乾かしていただきたいんですけど、その前のプレ処理が大事。これはタオルドライです。2つ目のポイントは寝汗。この時期、まあ、梅雨だったり夏の時期とか特になんですけど、はい、暑いじゃないですか、はい、その時に結構寝汗ってかくんですね。絶対寝てると汗かきますよね。はい、かきます、はい、どんだけ最初のポイントでしっかり乾かしても汗をかきますよね、はい、どうしたらいいんですか。はい、まあ、対策としては寝る前にコップ一杯のお水を飲むんですけど、ちょっと意味がわからないですなんでと飲む飲まないで出る汗が違ってきます。汗の質ね。質です、ね、どういうふうに違ってきますか。飲まずに寝るとちょっと汗がドロッとした感じになるんですけ ど、まあ、コップ一杯のお水を飲んであげることによってさらっとした汗が出る、はい、粘性の高い汗でこう絡みついた髪の毛で変な癖がつくと取りづらいですよね、はい、でサラサラっとした汗がもうどうしても出ちゃうと思うんですけど、そういう形で癖がつくと、まあ、取れやすいですよね。コップ一杯の水すごく大事ですね。3つ目のポイントは寝てる間の髪の乾燥。どういうことですか。さっき髪を乾かせって言ったのに今度は乾燥って話ですか。そうなんです。乾燥しちゃうんで、はい、この対策としてはベース剤をしっかりつけてあげる、はい、ベース剤とは。ベース剤は、はい、ミストタイプ、クリーム、オイルタイプっていう洗い流さないタイプのトリートメントがあるんですけ ど、うん、それを、ま、乾かす前と後につけてあげることが重要になってきます。3つもつけるんですか。3つもつけてあげてください。なんでですか。ま、スプレーだと、ま、お顔でいう化粧水になります。肌に例えるわけですね、はいはい、でクリームだと、ま、美容液とか乳液とかになります。うんうんうん、で最後のオイルは、ま、保護、表面の保護になってくるものですね、はい。髪はそもそも何でできてますか。3つの成分、タンパク質と水と油、はい、水分量が11から14%、タンパク質が80から90%、で油が1%から8%、これがこの領域にいたら健康もって言われます。疎水もって言われるんですけど、この領域にいないから乾燥するわけですよね。水がなくなって 9% の水しかなくて汗ついてますよね。人間も喉乾いたら水を飲むのと一緒で髪も喉が乾きます。だから水が必要なんですね。じゃあ水だけ入れておけばいいかって言った時に、水分だけだと蒸発してしまう可能性があるので、やっぱり蓋をしないといけない。
クリームをつけてオイルをして蓋をする。で、髪は乾燥しないということは寝癖がつかないということになります。髪の毛が中身がなくてパサパサの状態は力がないから寝癖はつきやすくなります。ちなみにベース剤をつけてますか？ベース剤つけてます。はい、何をつけてますか？3種類、ミスト、クリーム、オイル。さすがです、はい、だから綺麗なんですね。いつもありがとうございます。はい。いかがでしたでしょうか。まあ、今日は3つのポイントをお伝えさせていただきました。どれか1つでもできるとだいぶ寝癖がつかなく寝りやすい髪になると思うので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。次回も美容情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録をしてまた次回の動画もお楽しみにしてください。バイバーイ。